どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございますね。山のように、買ってきました。イオン春日部店ですね。イオンディテール、イオンモールの春日部店で、買ってまいりました。山のような、全部半額のお弁当でございますが、もう3つぐらい食ったのかな、若干減りましたね。若干減りましたが、まだまだ先は長いんですが、まあ大抵いつも全部食っちゃいます。それでですね、一応まあもう一回ご紹介しようか。何度も紹介してもね、まあバカみたいなんだけど、一応やりましょうか。これがカレーパンが2つありますね。うん、カレーパンが2つ辛い情熱カレーパンみたいな感じ。カレーパン、カレーパン、パンパンパン、カレーパン、あ、カレーパンでございますね。このカレーパンなんですが、これ2つ袋が違うんですが、多分袋から出すとほとんど同じような形になると思いますが、このカレーパンでございますが、こっちがですね、野菜と旨味ヨーロッパカレーパンですね。うん。で、こっちがですね、ニコニコカレーパン。俺、この名前が好きなんだ。ニコニコカレーパンって言うんだよね。この2つのカレーパンがあって、こっちが100円で、こっちが75円。これ半額なんで、定価だと50円の差があるんですが、その差は一体何なのか。うん、まあ食べてみりゃわかるんですけど、まあ、どうでもいいね。うん、うん。で、次。これがまた気になってるんですよね。これがですね、ぐるぐるウィンナーですね。ぐるぐるウィンナーですね。うん、それで、で、こっち、これが75円です。で、こっちがですね、シャウエッセンウィンナーで140円ですね。値段が相当に違うんだけど、この差は何なのかみたいな感じは。これもちょっと気になるんでね、食べてみて、比べてみればわかるんですが、まあ、どうでもいいね、みたいな感じで。次。で、これはまあ何度もご紹介してる。これが昔ながらの焼きそばパンですね。で、これが昔ながらのコロッケパンということで、ほんと昔ながらなんですが、値段がですね、これ定価それぞれ1個ずつ180円なんですよ。これ定価180円なんで、値段は昔ながらではないです。やっぱコロッケパンとかですね、こういう焼きそばパンはやっぱ100円ですよ、せいぜい。だから半額になって90円になった。半額になって90円になったからこそ昔ながらですよ。やっぱこれ100円ぐらいで売んなきゃいけないもんですよ。昔ながらを名乗るなら。これをさ、1個180円で売るかみたいな感じでございますね。うん。信じられん。コロッケパンと焼きそばパンをさ、180円で売っちゃダメだろうと思いますね。はい、次。それでね、今日食うのはもう実は決めてるんですよ。今日食うのは決めてるんですけど、まずこれ食います。3種の手まりサンド、これ食います。なんで食うかっていうとですね、ここにトマトが入ってるんですよ。トマトはですね、腐ると大変なことになるんで、早めに食います。うん。で、もう一個今日先に食うのはこれですね。4種ミックスサンド。これもですね、トマトが入ってるんですよ。トマト入ってるの早く食わないと本当危ないんで、そろそろ限界です。賞味期限1週間以内、賞味期限切れから1週間以内には食べないとトマトは危ないですね。普通のサンドイッチだったら1ヶ月経っても大丈夫ですけどね。うん。だからロースと卵のミックスサンド、これは卵とロースハムなんで、これは1ヶ月経っても食えます。食えますけど、まあ1ヶ月放置する気はないですが、まあ、そのうち食いたいと思いますね。うん。で、あとはお弁当です。で、どのお弁当もですね、ちょっと、人参の煮物が入ってるのは割合早めに食べた方がいいです。で、それ以外は、まあ、ずっと先食っても、ある程度放置しても、平気です。はい、平気です。大丈夫です。はい。それで、やばそうなやつは、やっぱこの鶏づくし弁当ですね、これを割合早めに食わないと、人参の煮物がここに入ってるんで、で、卵、そして鶏の照り焼きで、下に焼きそばが入っていて、で、なんか色付きのご飯が入ってるっていう感じですね。鶏尽くしって入ってるんですが、どう見ても鶏の照り焼きしか入ってない。鶏尽くしであればやっぱね、鶏の唐揚げぐらい入れた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。値段が、250円ですね。うん。そう思わね。鶏尽くし、鶏尽くしなのって鶏の唐揚げがないってよ。それはやっぱり、変だよ。次。はい、これ。
これがですね、こだわりのデミグラスソースってことで、これも人参が入ってるんで、人参の煮物入ってるんで、これも割合早めに食った方がいいですね。デミグラスハンバーグに、黒いお米が入っていて、これが、200円です。200円で買いましたね。そんなやつですね。これはまあ、こんな感じでございますね。はい、次。次なんですが、あとね、早めに食った方が割合いいのはこれ、自慢の牛カルビジュ。これはですね、牛丼みたいにこの肉のタレがですね、この下のご飯の方に染みてきてると思うんですよね。うん。ただご飯ちょっと若干気持ち上げ底です。若干わかる、若干上げ底になってるのね。うん。まあそんなやつなんで、あと値段が高いんだよね、これ。550円定価。だからこれ300円ぐらいするんですよ、半額で。税込みで594円なんで、これ300円ぐらいするんですよね、税込みで。なんで早めに食いたいと思いますが、やっぱり人参の方が危ないからちょっと後回しかな。うん、そんな感じですね。あとですね、あ、今日食うのはだからな、これは余裕があったら食いますね。でこれは必ず食いますね。あとこれを必ず食うということで、こっちに置いといて、こっちにちょっとスペースを設けて、この弁当をしまうところを置いとかな。これはね、トマトチキンカツバター醤油コーン弁当っていうですね、クソ長い名前なんですが、そういうクソ長い名前で、チキンカツが置いてあるんですが、その下にですね、チキンソテーが隠れてるっていうですね、ナイスな弁当ですね。はい、これがですね、250円ですね。これはまあ、しばらく、当面食わなくて大丈夫です。これは当面食わなくて大丈夫ですね。1ヶ月ぐらい持ちますね。で、これはですね、ネギダレ油淋鶏中華弁当というやつでございまして、まあ油淋鶏にシューマイと春巻きが入ってるんです。これも結構持ちますが、ここにですね、白いですね、なんか白滝みたいな謎の物体が入ってるんですが、これが持つかどうかが微妙なんで、これは割合優先順位早めに食いたいと思います。はい。あとこれはですね、もろみで柔らかく仕上げた、鶏照り焼きっていうことで、きんぴらごぼうとか、お漬物の中にこう鶏が入ってるんですが、どう見てもですね、これシール貼ったんで分かりづらいですが、どう見ても、鶏肉よりも卵焼きの方の面積の方がはるかにでかいっていうナンシスな展開の弁当でございまして、これ200円で売ってますね。200円で買いましたが、半額のね、200円で買いましたが、これはまあ、この鶏の照り焼きの汁がですね、下のご飯の方に染みてくるタイミングがちょっと不安ではありますので、牛カルビ重の次に食うぐらいの順位でいいと思いますね。でこれは永久保存できますね。ヒレカツ御膳、ヒレカツにそのヒレカツで下にちょっとスパゲッティがついて、あとご飯だけっていう、野菜が全くないヒレカツ弁当で、これはなかなか傷まないので、100年経っても多分食えると思いますね。100年経っても大丈夫みたいな感じでございますね。これはもうずっと一番最後でございますね。というわけで今日いただくのはこのですね、サンドイッチ。トマトが入ったサンドイッチ、これ非常に危険でございますね。で、お腹に余裕があったらこの200円のサンドイッチも食いたいと思いますが、まずトマトを潰していくことが重要ですね。じゃあこれでですね、これ UCC 職人の味ですね。UCC 職人の味。このコーヒーはなかなか美味しいございますので、やっぱサンドイッチって言ったらコーヒーでございますのでね、ブラックコーヒーで決めたいと思います。これブラックですね。うん。コーヒーはブラックに限るみたいなね、まあ、有名な言葉がございますが、まあいいや、いただきま、よし、よし、食おう。じゃあまずこれからいきましょう。はい、3種の手まりサンドですね。これ手まりって読むの、これなんて読むの、いいや、後で検索しとこう。はい、うん、うん、よし、それでこれビャンってやって、で180円ですね。180円なんで、これ1個60円ですね。これ1個60円。だこれ定価で買うと1個120円なんだぜ。こんなちっちゃいのがよ。何なんだと思う。で、ここにトマトが乗ってるんですよ。このトマトが危険なんですよ。あんま放置しとくと。うん、でも大丈夫ですね、全然ね。うん。うん。大丈夫でした。じゃあ、まずこっちからいただきましょうかね。この手まりサンドって、このパンが変わってますよね、なんかね。パンが白いぽよぽよでなってって、で、ここに、すんごいしょっぱいローストビーフ、すんごいしょっぱいローストビーフが入って、で、ここにポテトサラダがついて、ものすごいですね、香辛料の匂い。
バジルと胡椒がものすごくかかってますね。なかなか、うん、なかなか、うん、匂いがすごいなこれ、うん、バジルの匂いがすごいですね。うん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 、ちょっと香辛料入れすぎだな。うんうんうん、なんか美味しいですけどね。うん、美味しいと思います。うん、じゃあ次これこれはシンプルですね。トマト食っちゃった卵ですね。うん、卵はね普通の卵サンドのネタみたいな感じですね。うん、まあ平凡な卵サンドですね。どこにでもあるありふれた味でございます。はい、次これですね。だやっぱここのローストビーフのサンドイッチはなかなかね凝ってましたね。で これはですね、もうこのいわゆるエビカツってやつですね。よく冷凍食品であるエビカツであるじゃないですか。それにタルタルソースだと思いますこれ。うん、タルタルソースのせてこういう風になってるってこれだけのもんですね。うん、うん、これも平凡ですね。だからローストビーフが入ってたサンドイッチ、あれはちょっと面白い味なんで、うん、あれは結構食ってみたいな、もうちょっとって思いますけど、うん、卵とエビカツはちょっと平凡すぎますね。うん、まあいいんじゃないでしょうかサラリーマンのお昼ご飯で、これが4種のミックスサンドってやつですね。うん、175円の4種のミックスサンドですね。まあなんか、うん、新幹線のプラットフォームで買ったら700円ぐらいするぞみたいなサンドイッチですが、これ175円で買いましたJR 東海のサンドイッチ高えよあれですね、うん、それでですね、この 1,2,3,4 つあるんですが、この真ん中にあるこのトマトが危険なんですよ。何度も言うようにトマトが危険ですね。トマト傷みやすいんで気をつけないと。賞味期限切れてから1週間以内に食べないと危険です、切ったトマトは。パン薄っうっすいね見てこのパン、これは揚げ底だろう。薄っ、だってさ、売った感じではさ、売ってる時はさこんな感じで売ってたんだぜ。これで175円、まあ実際これ定価さ350円で、350円でこうやって売ってたんだぜ、こうやって売ってたんだぜ、うん、でこれ出してさ取ったらさ薄っ何このちっちゃダメだな、こういうことやっちゃイオンさんな。もサンドイッチだったら普通厚さこれぐらいあるだろう。うん、これは JR 東海のサンドイッチよりひどいね、この揚げ底は
まあじゃあトマトいただいてみましょうかね。うん、なんだろうこれ、トマトにマヨネーズと、うん、レタスが1枚入ってるだけですよ。うん、薄っ何これ、何この揚げ底は。でトマトサンドですね、トマトサンド、こんなあトマトサンドなんですけど、トマトのトマトサンドじゃない、これチーズサンドなんですけど、キュウリがいっぱいみたいな、ね、何厚さで揚げ底してキュウリでまた揚げ底してんの。うんうん、何この揚げ底サンドイッチ、うん、ねえだろうこれはよ。こっちの方にはっきり見えるから絶対さ、この大きさだってわかるけどさ、うん、やっぱりこのこの黒い黒い梱包は注意だね、やっぱね、うん、危険だな、うん。でこれツナサンドね、うん、ツナサンド、あツナサンドもやっぱキュウリがいっぱい入ってますね。うんうん、うん、なんだよって思いますね。うん、あ揚げ底サンドイッチだよ、うん、ダメだよ、期待を裏切っちゃダメだよ。まあでもこれ同じパン屋で買ったんだよね。こっち買えばいいんですよ。だからこっち買わないでね。うん。うん。ハムサンド。だからこのハムサンドはね、食い応えがあるね。うん。うん。またキュウリも入ってますね。うん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 、いやーびっくりした。じゃあこっち行こう、うん、これはロースハムと卵のミックスサンドですね。ロースハムサンドと卵のサンドが、まあ、交互に入ってるぞって、そういう立て付けだと思いますね。これ全部で、ね、200円です。定価400円ですね。200円ですね、うん。これは透明容器に入ってるんで当然揚げ底にはならないですね。ただこうやって寄せるとね、容器の割にこの空間が広いけどね、まあただ、まあ、若干でかいように錯覚はしますよね、これもね。それでね、気をつけていただきたいのはこれサンドイッチがですね、これでワンセットです。つまりですね、卵サンドとハムサンドじゃないですよ。この間がですね、こう1枚なんですね。なんかだからパッと見ると、まるでサンドイッチがですね、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個入ってるように見えますね。でも実際はこれでワンセットなんですよ。これパンが3枚だからね。パンが3枚で両脇にあれなんで、うん。実際は3、4セットなんですよ。この卵とハムは分離できない構造になってますので、この辺は誤解のないようにっていうかさ、私も今ね、こういう風な構造になってるのね、今気づきました。売ってる時は8枚だと思いました。8セットだと思ったんだけど、実際は4セットだったってことで、これもあんまり、うん、気持ちのいいものではないですね。食おう。うん、うん、ハムサンドはハムサンド、卵サンドは卵サンドで別々に食べたいな。うん、ハムサンドはハムサンド、卵サンドは卵サンドで別々に食べたいな。そうだよね。なんでくっつけてんだよこうやって、意味ねえじゃん。なめんじゃねえよ。うん、
というわけで、まあちょっとね、うん、飽きるよ分けて食って交互に食うから美味しいんで、いっぺんに食って同じやる気おっつじゃさ飽きるよ。卵食ってハム食って卵食ってハム食って、まあ、たまにトマト食うから美味しいんだよ。ハムトマト、ハムトマト、ハムトマトとか、ハム卵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 で4回食ったってさ、味飽きるよ。というわけで、この2つはちょっとね、時間を置いて食いたいと思いますんで。飽きた。でもこれさ、3つ食ってさ、200円と175円と180円だから、500円以上になるのか、こんな、これだけサンドイッチ食うと。半額でだからな。だから定価でこれだけさ、買うと1000円超えるのか。なかなか世の中も大変でございますね、ほんとね。飽きた。というわけで、どうもすみません。ごちそうさんでした。失礼します。ダメだよ、これ。ごちそうさまでした。